個の力を引き出し、名古屋市と共に発展。研究や人材育成の成果で世界をリード。誇りを持ち、愛される大学を目指して。名古屋市立大学。日本の産業経済に重要な役割を果たす中部圏。1950年、その中核となる名古屋市に医学部、薬学部からなる公立大学として名古屋市立大学が開学しました。その源流は1884年開校の名古屋薬学校と1943年開校の名古屋市立女子高等医学専門学校。その後、地域社会からの要請に応え、学術的な貢献領域を拡充しながら、全国でも有数の総合大学として歩み続けています。名古屋市立大学には、6つの学部と7つの研究科が設置されています。その特徴の一つに、東海地方で唯一、医、薬、官の医療系産学部を有していることが挙げられ、また人文社会学部や芸術工学部などユニークな学部もあります。深い医学知識と技術を通して人類への貢献を進める医学部、医学研究科。創薬を志向した知の探究と医療への貢献を目指す薬学部、薬学研究科。公正で豊かな人間社会に向けて歩む経済学部、経済学研究科。持続可能な地域社会と地球社会を作る教育を進める人文社会学部、人間文化研究科。技術、感性、人間理解を備えた総合デザイナーを育成する芸術工学部、芸術工学研究科。人間の尊厳を理解し、看護を通じて保健、医療、福祉に貢献する看護学部、看護学研究科。生命や物質に関わる諸現象の解明と応用に携わる人材を育成するシステム自然科学研究科。在学生およそ4500人と1700人以上の教職員が各学部、研究科で横断的、学際的に課題へ取り組み、実践的な研究成果を世界へ発信するなど進化を続けています。また名古屋市立大学医学部附属病院は地域の中核医療機関として高度かつ安全で開かれた医療を提供するとともに、質の高い医療人を育成するという理念を掲げ、充実した医療提供体制のもと多くの患者さんの治療を行うなど、市民の健康と福祉の増進に寄与しています。大学を支えるキャンパスは4つ。地下鉄桜山駅からすぐ、医学部、医学部附属病院、看護学部などがある桜山キャンパス。経済学部、人文社会学部、システム自然科学研究科があり、教養教育の中心ともなる滝子キャンパス。薬用植物園が広がり、設備の充実した実習棟、研究棟を持つ薬学部のある田辺通りキャンパス。実習施設も整備されている芸術工学部のある北千種キャンパス。各キャンパスでは高度な教育、研究などに専念できるよう設備も充実しており、また課外活動なども活発に行われています。キャンパスは違えど心は一つ。愛校心あふれる大学を目指しています。2014年、開学記念日にあたる10月28日に、大学の基本理念となる大学憲章を制定しました。そして、
この大学憲章の精神にのっとり、15年後の明るい未来を見据えた行動計画として明治大未来プランを策定しています。また名古屋市の各局や区役所とも協定を結ぶなど、連携を積極的に進めています。大学の知恵と学生の若い力を地域に還元し、魅力ある地域社会づくりに貢献するとともに、充実した教育・研究活動に取り組んでいます。それでは名古屋市立大学の特色のある事業を見てみましょう。医学研究科では、不育症を中心とした人生殖メカニズムの解明のための拠点となる不育症研究センターを設置。また薬学研究科では創薬基盤科学研究所を設置しており、共に特色ある研究拠点として全国レベルでの共同利用・共同研究を進めています。医療デザイン研究センターでは、産学官の連携のもと、3次元造形機などを駆使し、革新的な医療機器の開発や製品化を進めるとともに、これらの推進に必要な人材の育成を行っています。大学の研究力の強化を目的に、大学内に URA オフィスを設置しています。 URA オフィスでは、研究情報の調査・分析並びに大型研究費の獲得支援などを行っています。すべての教員が参画する教養教育、すなわち名古屋市立大学の教育力を結集し、すべての学生の成長を支える教育を実施する教養教育改革が2016年から始まりました。また経済学研究科では、医学研究科・薬学研究科と連携し、医療関係者を対象とした経済学・経営学に関連する高度専門教育を実施するコースを2016年から日本で初めて開設しました。人間文化研究科では、名古屋市教育委員会・名古屋子ども応援委員会と本学の医学研究科・医学部附属病院・看護学研究科とが連携し、スクールカウンセラーなどの臨床心理士を養成するコースを2017年から開設します。高齢者が住み慣れた土地で豊かに老いを迎え、自分らしく暮らせる街づくり、エイジングインプレイスを支える医療人の育成を目的として、コミュニティづくりに取り組む名古屋化モデル事業に取り組んでいます。また旅行商品開発プロジェクトでは、航空会社や地元旅行会社と連携して、経済学部や人文社会学部の学生が旅行プランを企画・提案、最優秀企画は実際の旅行商品として販売されています。大学のさらなる国際化に向けて、グローバル化アクションプランを策定し、教員の海外派遣、外国人研究者の受け入れを行っています。また海外の大学との学術交流協定の締結を積極的に進め、留学生の受け入れや海外留学プログラムの提供を実施しています。ご承知の通り、本学は昭和25年、薬学部と医学部の2つからなり開学いたしました。現在では7つの研究科、6つの学部がこの1つの明治大という家族の中で住んでいるわけです。これからは一体となって、さらに70年、80年と歩んでいくという意味で開学記念事業を行いました。そのうちの一つが、昨年暮れ、ベートーベンの第九を約250名の方、市民の方々や、本学の教職員、そして学生が一堂に会して演奏した。あれは本当に鳥肌が立つぐらいに素晴らしかったと思います。あの一体感がこれから明治大の未来を作ると
私は確信いたしております。未来プランは4つのビジョン、52のプランからなりますが、その4つのビジョンの中には市民の方々に愛され誇りに思う名刺だ、もう一つは名古屋市とともに発展する名刺だ、そして重要なのが戦略的に世界に発信する名刺台などを謳っています。これからは名刺台はこの名古屋に太く広く根を張って、そして世界をリードする大学に向けて80年100年やっていきたいと思っています。